いえね、もう熱中症でちょっと倒れちゃいましてね、あの鳥肌が立つぐらいもうなんか寒気がしちゃって、熱でやばいと思ってで帰ってきて、シャワーだけ浴びてまた帰ってきました。でこんな感じです。すごいね、あのまあ暑いのは暑いのでいいんだけど、まあ雨じゃないからいいんだけど、夕方になって涼しくて、まあ海って基本風が吹いてるから涼しい、普通の街中よくは涼しいはずなんだけど、今回のこの作業で風が吹くと船が流されるもんで、もうロープ3本でくくって船がこう作業しながらでも流されないようにちょっとやってます、ね。まあ、作業的にはもうここまで来て、もうあとは土台を作るだけかなとね。50センチ上げたんで、まあ、こんな感じ。今、ま、ちょっと満潮に向かってるんで、まあこんな感じかなみたいな感じです。じゃあ頑張ります。
になってきました。この階段、ここが橋がちょっとこう滑る感じでちょっと予想外だったんやけど、ここにその転がってかないような歯止めをしたかったんですけど、ちょっと寸法が高さが足らなかったもので、こんな感じでございます。ここでビューとここまで行くとね、っていう感じで、まあ高さを上げることによって橋が短くて済むみたいな。木の寸法がね4260までしかビバホームで売ってないもんで、ですもんでちょっとあれなんですけど、まあこんな感じでこうやって階段で、これだったらガソリンも運べるでしょう。で、ここに、乗せると。まあ、アンカーもう一本打たないと、ちょっと一本ではきつそうです。ということで、今日はもう死にそうになったんでね、ちょっともうやめたいと思います。では、勝利の栄光をギビ。まあ、帰るとこなんですけどね、後ろから見ると、こんな感じ。あのね、フロートがうまいこと入らないんですわ。まあ、足場も悪いし、あれなんですけどね。これ今、まあ結構満潮に向かってますね。こうやってなって、ここになります。こうやってね。まあ、この距離が、だいたい満潮になるほど、まあ、橋が短くなって、干潮になるほど長くなる。あ？そうだね。
の船の上で、まあ、転がす形がいいなと思ってます。まあうまいこと言ってくれてほしいです。こんな感じでね、ちょっと風が出ると船が傾いちゃうんでね、やっぱアンカーは2ついるかなっていう感じがします。ではもう終わります。